皆さんこんばんは、 MK です。カービィの吸い込み大作戦パート6やっていきましょう。前回まででレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5のステージを全てプラチナクリアできたということで、今回からいよいよ EX レベルの方に挑戦したいと思います。 EX レベルは通常レベルよりもめちゃくちゃ難しいみたいですけど、なんとかプラチナクリア目指して頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで、まずは1の EX からやっていきましょう。今回は4ステージだけみたいですね。まあそこは普通の通常レベルと一緒なんでしょう。よし、ということでまずは1の 1EX。 おっと、背景が紫色になっていて、ワドルディの色も紫になってますね。なんだかちょっと気味が悪いですけど、手前か。ちょっと待って、いろんなところに敵がいるので、これは結構いろんなところ見てないといけませんよ。はい、でここは一気に倒していく。で、ここ吸い込んだら手前か。ブルームハッター重なったところで倒していく。オッケー。今のはさすがに完璧でしょう。そしたら、これ危ないよ。ゴルドーに当たらないようにしていきまして、でかいの吸い込んで吐いていく。そしたら、おっと、スカフィーがいますね。危ないな。そして、なんだ、おお、あ、こいつ出てくんのか。トリプルデラックスの、あのトリプルデラックスにいた、あのセクトニアの手下というか、まあワドルディポジションのやつですよね。MK さん、星のカービィトリプルデラックスも、そしてこのゲームの元になっている 3D チャレンジが入っている、星のカービィロボボプラネットも、実況しておりますので、まだ見ていない、あら、嘘でしょ。まだ見ていないという方はぜひそちらの方もご覧ください。今のマジ、今のショックでけ、最後の最後だったんですけどね。で、こう来て、うわ、待って、これで終わりじゃん。うーわ、待って、惜しい、マジか。いや、でももう一回行くしかないですよね。今のはノーダメージが、え？待って、スピードクリアも入ってない？え？敵全滅は？え？ちょっと待って、ちょっと待って。敵全滅入ってない？どういうこと？ MK さんが突っ込んで倒したのは全滅扱いにならない？え？見逃した？ちょっと待てよ。マジで。落ち着け。メダルは全部取れてたんで問題ないんですけど、敵全滅が入ってなかったのめっちゃ気になる。あー、ばばばばばばば、待って。そしてさ、スピードクリアが入ってなかったから、これ結構急がないといけないのかもしんない。はい、で、こう来て、危ないよ。はい、で、待って、スピードクリアが怪しいな、このままじゃ。かなり急ぐよ。こう来て、かなり早めに打っていく。オッケー。もうこれぐらい攻めた方がいいかもしれないね。で、ここもさっと取って戻っていく。で、吸い込んで吐いて、で、ここスカフィー気をつけろ。スカフィー気をつけて吐いていく。スピードクリアが怪しいからな。落ち着け。で、ここはしっかりこう狙う。オッケーオッケーオッケー。今のさすがにいってるよね。で、ここも7。オッケー。危ねえ、今の。今ミスったと思った。うわ、待って待って。今のもちょっと時間ミスってしまいましたが、オッケー。スピードクリアではあると思うんだけどな。で、ここも、はい、引き寄せて吐いていく。オッケーオッケー、いいよ。で、ここもダブル真ん中来たところ吸い込んで、真ん中来たところ吐いていく。オッケー、いいですね。はい、で、ここも全員集合させて吸い込んで、で、ここ斜め打ちで決めていく。どうだ？とりあえず動きは完璧ですけど、スピードクリアと敵全滅が怪しいか？どう？オッケーオッケー。え？おい、ゴールドだぞ。待った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 、なんで今のがゴールドなんだ？ちょっと先に1の2行こうか。今のでゴールドなの？何が？何がゴールドなの今の？あ、これ、こういうの引き寄せるよ。引き寄せて吸い込んで、斜め打ちで、オッケーオッケーオッケー。こういう、待って。あー、わかったかもしんない。さっきのも。さっきのわかったかもしれないな。途中のところ一気に吸い込めるところ確かにあったっちゃあったか。あの途中のさ、敵がさ、一回こういう感じで止まるところがあって、そこ確かに一気に吸い込めそうだった気もしなくもない。ちょっと待てよ。これ、これ結構シビアだぞ、いろいろと。で、おーっとととととと。はい、で、吸い込んで、で、ここも、はい。うわ、これ待ってる暇あんのかな？もうちょっと攻め気味でさ、こうやって吸い込んだ方がいいかもしれねえな。で、こう来て、ここも攻め気味吸い込み。はい、で、ここ吐いていく。オッケーよ。で、ここメダルを取りまして、ちょっと待って、2の1、あ、1の2か。1の2はマジで一発クリアしよう。はい、吸い込む。で、ここも直線にして吐いていく。オッケーいいよ。で、ここ落ち着け。4匹はさすがに全員一緒に吸い込んで。で、これど真ん中、あ、待てよ。こう来て、こう来て。危ない！危なかった今の！はい、で、これ真ん中4匹吸い込んで。これ、うわ！これいけるか？めちゃくちゃ引き寄せて。オッケー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 。どうだろう？今のでプラチナじゃなかったらもう、
わからないんだけど EX。 ああプラチナ来た。ってことはさっきのなのか。ちょっと待てよ、一回さ、あーそっか戻れねえのかこれ。とりあえず一旦クリアするしかないな。戻れない形式、あタッチすれば戻れんのか、ちょっとその辺わからん。で、あーと壊しちゃったけど今の大丈夫かな。で吐き出して、でここ吸い込んで、スピードクリアが結構シビアってことがわかってるんで、そこ意識しましょう。はいこう来ていいよ、もう今回も一発クリア目指しちゃうもんね。はいでこう来て、ここ、はい吸い込むじゃない、取っていく。はいで吸い込んで落ち着け、こう来ていいよ。で、あミスってる、ミスったんだよ、こういうのが怖いの。もう一回やらせてくれこういうのが怖いんだって、 MK さんさあるんだよマジで。はいで吸い込んで、おっと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 で、はいいいよ、さっきのマジか。ちょっと待って、ダブル吸い込みとかマジで意識してこうか。でこうきて、あーっと方向ミスってるけどなんとかなっている。でここも4匹ちゃんと吐き出して、落ち着け、 OK。 この次か、さっきミスったのここね。でダブル吸い込みからのダブル吐き出し、ここまでは OK。 はいでここダブル吸い込み、ダブル吐き出し、ダブル吸い込み、ダブル吐き出し、結構急がないといけないよ。はいでうおっとそうくるか、斜め吐き出し、素晴らしい、いいよ、いけるいける。はいでかいの吸い込み、危ないよ。で落ち着け落ち着け、はい吐いて、危なかった今、シャッツが怖すぎ。で吸い込んで、これ引き継ぎで OK？ 待てよ、これで OKOK。 危なかった今のめちゃ、あーミスってる、これはさすがにミスった、今のはミスったね。うーわマジか、今のはね4匹同時吸い込みだ。あーまあしょうがないわ。はいで吐き、うわーミスった、さらにミスった。うーんなるほどなるほど、うーわきっつ、 EX きつくねこれ4ステージでこんなもんって大丈夫か。ちょっと待って、一旦さ1の1、あできない、やっぱできないんだ。じゃあもう一度ちょっと1の3ちょっと待って、最後のところだ。 MK さんがミスったのは最後のところなんで、そこさえ気をつければなんとかなるよ。で吸い込んで落ち着けよ。はいこう来て、でここも吸い込む。はいでここ4匹で倒していく。はい吸い込み吐き出し、今ちょっと吸い込みの判定が怪しかったよ。吐き出し、危なかった、今のも吐き出し判定危なかったよ、ちゃんと気をつけようね。でこう来て、ここも吐き出し、で落ち着け、こう来てこう、危ないよ、こう来てこう、いいね、こう来て、はいでここ、あ危ない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 、マジで危ないってマジで危ない、そういうの。でこここう来て、ここダブル吐き出し、シャッツを気をつけて、ここトリプル吸い込み、でここね落ち着いてこう、落ち着いてこう、まずここは、これむず、これ、あこれさ待てよ、ちょっと練習だわ。頂点、あーなるほどね、頂点でちゃんと吐き出さないと超シビアなんすよ。あのやってること自体はめちゃくちゃ簡単じゃん、頂点で吐き出せばいいだけじゃんと思ってる人いるかもしんないけど、これマジ判定が猶予フレーム、いやそこまでじゃないけどいやめちゃくちゃこれ猶予ないんですよ。でこう来て、通常プレイでそれ求めてくるかな、まあそれが EX レベルか。そして待てよ、ここはい吸い込んで、で吐き出していいよ、でこう、あーっと逆、待ってさっきからこういうミス多いね。吸い込んで吐き出して、吸い込んでラスト、ラスト5匹のところしっかり狙って吐き出していく、素晴らしい。まあこの辺はいいんですよ、あここさっきからちょっと危ないよ、気をつけようね。こう来て、よし OK よ。でここのトリプルもしっかりする、ここね、この頂点吐き出し、待てよ、おいよし OK、 これマジシビアだからね。でこれちゃんと4匹来たところ吸い込めで、ここも多分引き寄せだわ、引き寄せて引き寄せて、でここで吐き出し、オッケーいいよ。でここ、トリプル吸い込んでラスト頂点吐き出し、素晴らしい、あーよかった。いや今のマジシビアなんよ、頂点の吐き出しが。で一回乗っかればやり食らうからねマジで。オッケープラチナ来ました。ちょっと待って、これさ一旦エントランス戻って1の1やっていいで1の1やってからボス行こうよ、その方がいいよね、うん、その方が締めとして美しいと思います。ということで、あのね分かってはいるのよ、どこをミスったかは、ミスったっていうかどこを一気に吸い込めるかは分かってるんだけど、それねめちゃくちゃむずいと思う。あのね、あ8匹かな、8匹一気に吸い込めるところがあるわ多分。こう来てこうでしょ、ここまで、この次ここです、ここで MK さんさっき、はいこのマドルディ吸い込みましたね、なんですけどここ一気にガン無視してこう吸い込むんじゃないの、オッケー、でああ次行かす、あっ行ったこうでいけるでしょ、14ヒット、どう今の14ヒット激アツじゃない、
これでプラチナ行ったと思うんだけど、あとはさ、スピードクリアがさっき怪しかったから、そのスピードクリアをしっかり意識していこうか。でここ吸い込んで、ここがいつも遅くなるんだ。ここでまたさ、あぶね、今当たってたか最後のワドルディ。正直当たってなかったと思うぞ。まあまあまあ、でもいいんです、当たった判定をもらえるんだったらね。でここも吐きまして、オッケーよ、急げ。でここも吸い込んで、ここの4匹ワドルディもしっかり倒す、急げマジで。でこう来て、ここもちょっと早めに吸い込み、ここもちょっと早めに吐き出し、オッケーいいよ。でここも、はい3匹急げ、はい吸い込んで、ここも一気に斜め倒し、これどうだ、行ったでしょ、どう、1の 1EX、 これでプラチナだと思うんですけども、どう、オッケーやば、あれわからんよ。そしたら今度は1の4やりたいので、もう一回エントランスに戻らないといけないというちょっと謎仕様ですね。で1の4行きましょう。待て、ここさ、強化ロロロですよね、多分ね。ロロロ&ラララのロロロの強化だと思うので、これ待てよ、ちょっと落ち着け、これ一気吸い込みか、一気っぽいな。こう来て、はい、ちゃんと引き寄せて吸い込む。でここ真ん中来たところ吐いていく、 OK よ。でここも、はい、真ん中来たところ吸い込んで、でこれも真ん中来たところ吐いていく、 OK。 これ左右の、おお、左右のやつは使わないで OK。 ちょっと待て、はい、ロロロが来ました、一回戻るな。でこう吸い込んで、あっと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 、は、あ待って、あマジ、ちょっと待って、はい、こう、あー完全にミスった、完全にミスりました、今の。うーわ、どうなんだ、ミスったね、ミスったはミスったよ、だけどまだ間に合う可能性がなきにしもあらず。どうミスった、確かにミスった、ロロロリベンジ、だけどいけてると思うんだ。いや、一回ぐらいだったら猶予あるでしょう、どう、はい、どうでしょうか、 OK、 プラチナボス戦はなんかちょっと優しいよね、ということで OK。 なんとか1の1、1の2、1の3、1の4の EX 全てプラチナクリアすることができました。やば、むず、この調子でレベル2いけるか。まあでもやるしかないということで、次回はレベル2の EX ステージやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。